胸毛配信と聞いて飛んでみました。強烈なベインさん待ってました。お待ちしてました。初見さん楽しんでってください。胸毛配信です。モジャコ配信です。すいません、フレディ・マーキュリーを彷彿とさせる胸毛ですいません。毛深いんですよ。肌白いのに毛深いから目立つんだよね。でも中途半端じゃん。もっとザンゲフみたいにモフってなりたいの。俺としてはもっとモフモフさせたいね。はい、カブニートいらっしゃい。和骨いらっしゃい。風邪かな。熱はないんだけどね。ちょっと頭もぼーっとするし、喉痛いし、風邪ひいたかもしれない。あずしさん、ハートありがとう。ハートありがとうございます。なんでこれコメントビューはずれるんだろうな。うぜえな。ちょっと待って、再設定するから。え、早くね。 36.5 普通だね。熱はない。ありがとう、あずしさん。明日ドレさんとトレーニングです。もしドレさんとトレーニング来たい人がいたら声かけてください。ご招待します。タバコ、タバコはやめる気ないけど、なんでタバコやめた方がいいの？風邪だから。タバコやめる気になんないんだよね。やめた方がいいかな。あれ、 AU に変わったの？名前変えたの？いらっしゃい。でも AU ってこのアカウントで結構コメント打ってたじゃん。ステアか？
あ、そうなんだ。固定班複数持つ感覚がよくわかんないんだよね。めんどくさくない？変えたんだ。固定班は統一した方がいいと思うんだけどね。変えたい理由がわからない。気持ちがわからない。で、蓄積させた方がいいじゃん。そのアカウントに人格を。付き合いが広がらない？俺、コタハン変えたことあんまないからさ。ああ、風だな、これ。ブロックされた？誰から？誰からブロックされたの？そういうことか。コテハンコロコロ変える人はブロックされてる人だっていう判断をすればいいのか。あ、伸びた。見なきゃいいんだよ、まああんなやつ。おお、マチルダいらっしゃい。記者会見、なんか、便所太郎さんの枠で今、記者会見明日って言われてたけど、23で会ってるよね。5日後だよね。俺、便所太郎さんから明日って聞いてなくて、コメント見てびっくりしたんだよね。なんだろうと思って。明日だよね。明日じゃないよね。23日だよね。記者会見。記者会見いつなんだろう。記者会見楽しみだよね。みやびさんも記者会見、いらっしゃるみたいで。あの枠に挨拶に来ていただいて、よろしくお願いしますみたいな感じで、楽しみですね。絡んだことない人なんで、絡んでみたいですね。のんちゃん、お茶もらってもいい？ 23 だよね、合ってるよね、俺のか、覚えてんのね。23だよね。のんちゃん、お茶ちょうだい。これ、ゆすいで、洗って、喉 痛い。だよね。ああ。のんちゃんいるんだ。のんちゃんいるよ。俺のかわいいかわいい彼女。マイスイートハニーが。のんちゃんかわいいでしょ。一般販売と会見が23日だと思ってました。うがいがいいですよ。うがいやってよ。鼻うがいやったら、朝起きて喉めちゃめちゃ痛くて。昨日の夜からもう喉痛かったの。喉と鼻の裏。で、朝起きたら、もうパンパンに腫れてたから、扁桃腺。喉の上顎っていうのかな。鼻うがいしたら、なんかヘドロみたいなの出てきたよ。海が。可愛い。超美人彼女。超美人。美人だよ、のんちゃんは。蝶がつくほど美人だとは思わないけど。鼻うがいは俺慣れてる。塩を混ぜるんだよ。お茶。お茶ありがとう。お茶ありがとう。鼻うがい、真水でやると痛いのね。あれ、やり方があるんだよ。慣れるといいよ。慣れると全然鼻うがい気持ちいい。鼻うがい勧めてる耳鼻科と、やるなって言ってる耳鼻科があるらしいね。のんたんに会いたい。あれでしょ？カズさん来るんでしょ？してごろ。してごろ、のんたん会場にいるはずだから。のんたん来るんでしょ？してごろ。ねえねえ、超懐かしいんだけど、500円玉の、銀のやつ、古いやつ、これ最近見ないよね。500円玉の、これが手に入った。古い子か。のんた元気だよ、今日。俺が元気ない。今日俺がやられてる。はい、ワダツー、ゴンタさんいらっしゃい。俺が風っぽいね。贅沢尾藤さんいらっしゃい。贅沢尾藤はスポンサーだもんね。
カズさん、ちょっと待って、うちだとマチルダ、カズさん、贅沢美藤さん、ノンタン、たくみさん、レクチでしょ。あと誰来るっつってた、結構来るんだよ、10人ぐらい来るんだよね。カズさん来る。え、カズさん夫婦で行くの？2人来んの？旦那さんと来るんだっけ。結構盛り上がるっしょ。みんなチケット手に入った？大丈夫？俺第2試合だからね。第4試合が変わったから、第2試合に変更になった。ドレさんと入れ替わった、俺だけ。なんで入れ替わったんだろうね。スポンサーからクレーム来たのかな。ワドウ嫌いだから早めにやれよみたいな。ワドウみたいなゴミは前座でいいだろうって言われたの。ちょっと悲しいよね。チケットはしっかり押さえてある。楽しみだな。あ、二人で組んだ。夫婦でリスナーっていいよね。羨ましい。趣味が一緒の、趣味が一緒だと一番いいよ。夫婦。またヘルペス出てきた。多分体調悪いんだろうね。釈迦？釈迦？大丈夫？ちょっとね、釈迦が不安なんだよ。体が軽くなってて、今日呼びかけてもね、ダメなんだよ。何なんだろう。釈迦が弱ってるんだよね。死んじゃうかもしんない。体重が軽くなってて、昨日まで普通だったんだけど、のんたんが、あれ？釈迦軽いって言って、いや、気のせいでしょって言って、さっき俺も持ったら軽くて、痩せてるんだよね。ご飯食べてんのにな。ドレさんには申し訳ないが、ドレさんの試合中は外でタバコタイム。え、ドレさんの試合見応えあるよ。マジで言ってんの、贅沢人。そこは桃襟の歌でしょ。桃襟の歌でしょ。ドレさん普通に強いよ。多分、試合的に一番見応えあるの俺ドルさんだと思うよ、マジで。練習一緒にやってるからわかるじゃん。まあでもね、配信的なネームバリューで言ったら、ドルさんとみやびさんが一番、あれだもんね、過疎だもんね。俺は、あれ見応えあるから見逃さない方がいいと思ってるけどな。もったいない。俺は、深夜町とかの歌が一番いらないと思ってる。桃襟とかで。周りに、あー、そっかそっかそっか、そういうことか。なるほどね。あ、それは仕方ないわ。それは反論はない。だってそれはドルさんが選んだことだから、セコンドにね。それはしょうがないね。それ確かにアンチ多いもん。なるほど、ドルさんがどうこうじゃなくて爆走が嫌なのか。ドルさんのジムは俺知らない、俺知らない。ただなんか特定は終わってんでしょ。ただあんまりなんかさ、その、なんつうの、俺がさ、俺本当に知らないんだけど、知ってて言うのも失礼じゃん。迷惑かかるから。もったいねえな、それ。まあでもしょうがないよな。好き嫌い絶対あるから。うん。爆走マジで嫌われてっかんね。しょうがねえか。うん、でもね、ちょっと、明日の試合じゃない、スパーリング、ちょっと、新しい技を実は今週考えてて、新しい技っていうのじゃないんだけど、明日はちょっとドレさん倒しに行こうかなと思ってます。倒しにっていうと語弊があるかな？当てる、パンチを当てに行こうと思ってて、要は、スパーリングをやったことがなかったんですよ。今まで。僕は生まれてから。いや、殴り合いに慣れてないわけじゃん。で、最初の日にタイガーマスクとやって、で、次の週に、なんだっけ、東京、なんだっけ、あの人の言葉分かりづらいんだよね。タチュヒコ、東京、タチュヒコでいいか。タチュヒコさんとやって、で、ドレさんとやったんですよ。で、その時に、全くパンチが当たんなかったの、ドレさんに。
で、あの経験は俺の中ですごく良くて、なるほど、これがパンチを当てるっていうことなのかっていう理論が分かったの、教わったことじゃなくて。だから明日は多分パンチ当たると思ってます、僕は。客席にはいないね。あの、裏方の人は、あの、客席には行けないんですよ。あの、会場から出れないので、会場というか控室から出れないから。だからいないですよ。でしゃばれない。初見さんいらっしゃい。勝石松さんありがとうございます。ワードと言います。もしよかったら、あの、見ていってください。コメントありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっとね、ちょっと自分の中で、パンチって実はこれなんじゃないかっていうのがあるんですよ。それをずっと、昨日もタイムシフト見てたんだけど、見てみる？タイムシフト。一緒に。それがね、ちょっとね、あ、これで合ってるなっていうのが出てきたんです。明日は多分パンチ当たると思う。ただ、もらう確率も上がるんですよ。パンチを。弁当太郎に30分前、配信者と撮影するときに爆走控室にいるようにお願いした。まあ、そりゃそうだな。あ、じゃあリングで会うのか。俺は、贅沢美藤さんと。プレミアムチケットだから。リングで会うんすね。でも嫌なんだよね。あの、4試合目だったらさ、体温めたりとかさ、集中できるけど、リングでこうやってリスナーさんと触れ合った後、すぐに殴り合いだぜ。だから、金梅さんも超嫌だと思うよ。第1試合目。すげえ。なんか選手がナーバスになるっていうのよくわかるよ。すげえな、バスだもん。テルも全く同じ現象起こってるしね。やりづらいと思うよ。すげえやりづれ。第4試合いい試合だなと思って安心してたんだけどな。あ、全然全然。楽しみにしてます。俺だよって言ってね。贅沢美藤だよって。月さんどうも、こんばんは、どう。俺だよって言って。ワード俺だよって。いや、楽しみだ。そうだよね。せっかくだったら8000円とかの高いチケット買った方がいいんだよね。今回の企画は。あの、なんだっけ。あるから、そういう特典が。撮影の特典であったりとか、いろいろあるんですよ。そう、値段によってランクが全然違うんだけど。掘り起こした私だよ。掘り起こした？何掘り起こしたって。何を？今日ちょっと体調悪いからノンタンにね、トレーニング休んだ方がいいって言われてるんですけど、後で、12時回ったらトレーニング行こうと思います。ノンタンにちょっと手伝ってもらいます。あの、ディフェンスの練習が全然できてないんで、ノンタンに打ってもらいます。ノンタンにぶん殴られるわけやります。ノンタンメイクしなくて大丈夫？今日もやるよ。40分後だから、もしメイクするんだったら準備しといて。明日誰来るんだろう。達彦さん来んのかな。タイガーもあと2回でまた機会があったら来るっつってたけど、あと2回しかないからね、明日含めて。来んのかな。まあ連絡ないってことは来ないんだろうな、多分。
ファイティンだよ。なんか、その、蹴りは結構褒められてて、なんか、ドレさんとスパーやった時に、まあ、昨日ドレさんの枠でも言ってもらえたんだけど、ワド蹴りじゃないのって言ってもらえたの。で、実を言うと、俺、シャドーボクシングでさ、ずーっとパンチばっかり練習してきたでしょ。それなんでかっていうと、蹴りはそこそこ打てるっていうのは分かってたからなんですよ。テルチャンピンサッカー選手だから、蹴りが得意だっていうの分かってたんだけど、空手やってたじゃん、小学校の頃。で、蹴りの打ち方は分かってたから、ただパンチが打てないと、蹴りが入らないんですよ。要は、相手が嫌がるっていうのは、上に行ったり下に行ったりとか、打ち分けられるのが一番嫌なのね。それはもう、ドロさんにやられて分かったから、これはもうパンチを3ヶ月間重点的にやったら勝てるなっていうのが俺の感覚なんだよ。得意な部分、要は3ヶ月で1個の技を覚えるのってめちゃめちゃ難しいのね。例えば、普通ボクシングジムとかって、ジャブとかワンツーだけを半年間とかしかやらせないのよ。で、フックとかアッパーって教えてくれないんだよ、普通のジムは。要は本格的なジムね。ボクササイズとかは別だよ。そうじゃなくて、本当にファイター目指すようなところっていうのは、アッパーとかフックとか教えてくんないの。で、なんでかっていうと、一番リーチが長い、パンチで言ったら一番リーチの長いのって、ジャブとストレートじゃん。で、距離を制するもんなんですよ。で、みんなイメージしたらわかるけど、ボクサーって結構近い距離で殴り合うの。で、フックの距離ってここなんですよ。相手がここら辺にいてこう当たるわけじゃん。すごい顔がここにあるんだよ。めちゃめちゃもうおでこがつくかつかないかの距離で殴り合うわけでしょ。この距離って危ないんだよ。普通に考えて。だから、なんつうの、相手が飛び込んできてフックを入れたりとか、ガードが空いてるところにアッパーをぶち込むわけじゃん。この距離で戦ったらダメなんだよ。本来は。インファイトって言うんだけど。で、ボクシングの歴史って、ほら、まあ、最初のボクシングの歴史っていうのは、グローブつけて、本当は素手でやってたの。ベアナックルボクシングっていうんだけど、素手で殴り合って18ラウンドとかだから、よくフックとかアッパーとかコンビネーション入れると、要は相手は上からも下からも横からも来るわけだから、チラシって言うんだけど、相手はどこ防御したらいいのか分かんなくなる方がいいのは分かってるんですよ。ただ、それって、ワン、ツーが打てるようになってからじゃん。ちゃんと嫌なジャブが打てる、嫌なパンチが打てるようになって初めてフックが生きてくるのよ。で、フックって実は腰で打つんだけど、フックって当たんないんですよ。簡単に言うと。特にロングフックってモーションがでかいから、読みやすいから、普通に当たんないのね。当たるとしてもショートフックなんだよ。で、俺はローキックがあるから、実はミドルキックとハイキック打てないんですよ。はい、ワド2。ミドルキックとハイキックは苦手なのね。体が硬いから。ただ、ローに関しては重たいの自分で知ってるから。多分ね、ローの打ち合いになったら絶対負けない。テルチャンピンの足が先に壊れると思ってる。で、試合の組み立て方と、もう構成はできたの。ドレさんとやっていく中で。多分、自分のファイトスタイルこれでいくだろうなっていうのは。で、その時に初めて、後半戦に必要になる技なんだよ。頭の中ではできてるんだけど、それで体が動くかっていう問題だよね、あとは。自分の頭の中にあるプランっていうのを、行動に移せるかどうか。そこがね、結構難しいんですよ。例えばさ、ドレさんとかだったら、一回戦ったことあるから、どういうタイプかっていうのが分かってるんじゃん。それで、今回、あるドレさん対策をして、パンチが当たるようにするんだけど、明日。多分ね、明日はパンチ当たると思ってる、俺。明日当たんなかったら一週間練習してきたことが全部水の泡。最後のラウンドまで立ってれば勝てそう。多分ね、体力がなくならない限りダウンはないと思う。今回の試合。要は、スリップとかのダウンとか、ローキックでグーってなったりとか、ボディ効きすぎてグーとか、体力なくなって、もういいわっていうのはあると思うけど、3分間で16オンスでパンチとか蹴りでダウンってありえないと思うよ。風船ありがとう、紙一重さん。風船ありがとう。ドルさんもそれは言ってるし、俺もないなと思ってる。おちんちんはどつ？結構ないと思ってるね。
でも俺はそうないっていう中でダウンを取りに行くんだけど、俺はその相手から今回の条件でダウンの取り方っていうのは結構もう考えてある。これだなっていうのはこれしかねえなっていうのはあるね。 ねえ、ドレさんとも相談しててずっと体重は落とすことにしました。体重は落とします。もう80キロでいかに体が動かないかっていうのはもう実験してみて、逆に最初の1ヶ月で体重80まで上げたからよかった。これじゃ体動かないわっていう。筋肉量が少なすぎるんだよ。だ単純に言うと太っただけ。実は筋肉の量かなり増えたんだけど、それでも脂肪の割合が増えてるから、体力が減るのが早いんだよね。オカマ拳法じゃないね。ネタなしでやろうと思ってる。試合に関しては。ネタなしで本気で相手を倒しに行くっていうのが俺のプラン。笑いは一切ない。正直言うと。笑いを取る気もないし、相手をもうボロボロに負かすつもりで俺はやりに行く。それが俺のプランだね。遊び要素一切ないです。悪いっすけど。テルチャンピンが本当に死ぬと思うよ。それくらいのつもりでやりに行く。ただ俺も俺で、丸くかがんじゃう癖とかがあるから、今度はどつ。そう、パンチもらうと反射的に丸くなる癖とか大振りになる癖っていうのがあるから、それは矯正していこうと思ってるね。いや、もう打たれ慣れっていうのかな。打たれても怖くないっていうのを体に教える。なんか精神的に怖いとかじゃなくて体が反応しちゃうのよ。体が守ろうとするから、自分のこと。今日はのんたんにいっぱい殴ってもらって、それを克服しようと思う。あとね、俺がすごい有利だなと思ってるのは、ドレさんとかタイガーとか、あとタチュヒコさんとか、体がでかい人とやってるっていうのはすごく有利。要は、遊びでやってるパンチでも重たいんだよ。テルの本気より重いはずなの。それはね、すごいいいよ、やっぱり。だって、ドルさんのパンチ怖えもん、はっきり言って。すげえ怖いの。タイガーとかも、タイガーが一番怖いのよ。タイガーが手加減してるつもりでも結構重たいの。ドルさんは結構手加減してくれて、軽く打ってくれるんだけど、タイガーはね、ほんとね、ジャブでもバキバキ言うんだよ、首が。あれ危ない。本当はそういうタイガーといっぱい試合しても、練習してもらって、そう、タイガーにいっぱい打ってもらって、そう、怖さを克服するっていうのが一番いいんだけど、タイガーも忙しいから。これから面白くなるよ。明日の自分のテーマは3分間で主導権を取りに行くっていうこと。主導権取ったこと一回もないから、主導権を取りに行く。あと2回しかないから。で、なんか最後の日に必殺技を教えてあげるって言われたね、ドルさんには。それが何なのか全然わかんないんだよね。和道に必殺技を教えるから、つって。何なんだろう。必殺技って何だろうね。すげえ楽しみだよね。
何が行われるんだろうか。リュウコランブって何？わかんない。何の技？コウとかかな。上アギトと下アギト。上下同時に噛みつくサブミッション。奥義コウ。あの半馬裕次郎から一本取ったやつだね。あの日本の古武術にある技。ワドツーバタフライテールいらっしゃい。必殺技何個かあるんだけど、あの実際に当たらないよね。だから一番の必殺技は自分が強くなることだと思うよ。それはね、あのなんだタイガー見て思ったね。本当に強いやつは全部のパンチが必殺なんだよ。はい、ワード2、ケンシンさんいらっしゃい。そこまで強くなったら勝てるよ。だから本当にワンツーだよ。俺はもうこの3ヶ月間ワンツーワンツーだ。もうひたすら和道拳ワンツーだね。ワンツー基本の技、違う、ワンツーしか打たないわけじゃないよ。ワンワンツーワンツーワンツーとかあるんだけど、ワンツースリーとかだけど、基本的にはワンツーからのコンビネーションとローだね。俺はもう基本中の基本で勝とうと思ってる、うん、おやすみゴルゴ、おやすみなさい。いつもありがとね。ワンツーワンツーワンワンツーワンツーワンツーワンワンツーワンツースリーワンツーワンツーで、でフットワークはね、俺ねないと思ってるんだよね。多分フットワークはあの難しい。左に回れって言われてるけど、マリアさんいらっしゃい、久しぶり。もうひたすらワンツーワンツーだけで攻めるしかないよね。アイアンプレイって何？なんかね、あのそれはアッパーとかかっこいいじゃん。フックとか入れたいじゃん。必殺技ね、ミルコのハイキックとかいろいろあるじゃん。あれなんなんないよ。相手が嫌がることを徹底的にやってやろうと思ってるから、自分がやられて嫌なことって相手も嫌なんだよ。でそれがよく分かったから。こんばんは鉄馬さん。もう一番嫌なのはやっぱジャブだった。ジャブとローだったの。ドレさんにやられて嫌だったことは、だからもうジャブローだよ基本的には。で正直言うとドレさんのはローよりもジャブより、ジャブの方が嫌だ。裕次郎さんいらっしゃい、ドレさんのジャブはなんつんだろうな、なんつんだろう、もう うざったいっていうか、もう邪魔なんだよねすごく、すごい邪魔ドレさんのは。明日はちょっと本気でドレさん倒しに行きますね。今日もトレーニングやるよこの後ノンタンと。ただ明日はちょっとあと2回しかないから、あのちょっと本気で行こうかなと思ってます。ちょっと今まで教わった技を全部ドレさんにぶつけて、でパンチを当てる、あわよくばどうなのかっていう。明日気合入ってます。16オンスですね。ジャブストレート蹴りの布石です。完全にただあの腰が入ってなかったらインパクトのないパンチばっかり打っちゃうと、要はあれこれ捨てパンチだなってバレちゃうじゃないですか、2ラウンド3ラウンドで。だから上もしっかり打ちますよ。それローを主体とするつもりなんですけど、プランがあるんですよ自分の中で。まあでもあんまり喋っちゃうとテルにバレるから、あのあんま喋りたくないですけど、まああの捨てに使いますねコンビネーションは。いろいろブログとかでも読んでみて、いろんな格闘家のブログとか YouTube とかずっと見てるんですよ。でだんだん分かってきたんで。まあ、ジャブは捨てですよね。
今まではジャブも本気で打ってたんで、これ間違ってるなぁと気づかされましたね。勝てるかな、どうだろうね。いつも言ってるけど、勝つか負けるかは分かんないですよ。俺が決めることじゃないんで、神様が決めることなんで、それは。和道の蹴り見たら痛そうだもの。蹴りは、ドレさんいいよって言ってもらえた。蹴りはいいよ。明日はでも蹴り主体でトレーニングするって言ってたけど、和道蹴りで行こうって言ってたね。ねえ、勝ちたいね。ただね、テルにも弱点あるし、俺にも弱点あるから。ただ練習内容を見てて、正直、なんつうの、いい時間を過ごしてるのは絶対俺の方だと思ってるの、テルよりも。テル、正直反射神経とスピードと当て感とか、要は喧嘩慣れしてるから、いいものいっぱい持ってるんだけど、フォーム汚いんだよ。芯で当たってた。一発だけね、芯で当たって、ドレさんが本気で打ち返すシーンがあるんだよ。一発だけいいのが入ったんだけど、その後ね、距離測られてぐねっちゃうんだよ。俺が打ち下ろしてやろうとして、なんか基本的なローでいいやと思って。変な小技使わないで、もう基本的な、オーソドックスなローでいこうと思ってるね。もう。上手い人って打ち下ろしをこう入れるんだよ。わかる？こう足の軌道をこういってこう打ち下ろすんだけど、これやろうとしてぐねったのね。足ぐねるキックが出ちゃったの。これはダメだと思って。体柔らかい人とか、要は、なんつうの、運動神経ある人が腰を切って入れるんだけど、こう、クッって。あれはできない、俺。もう、ボン、ボンでいいや。チャンピントリッキーだよ。チャンピンのトレーニング見てごらん。で、チャンピンも実は、打たれたら、要は、なんつうの、気が強いタイプなのよ、チャンピンって。トレーナーさんとスパー見たんだけど、打ち返すの。ただ俺と同じでこう、猫パンチになっちゃうっていう癖があるから、正直言うと、あの癖は取らないでほしい。なんでかっていうと、やりやすいから。俺はその癖取るために必死になってるんだけど、今日はその課題でノンタにぶん殴りまくってもらおうと思ってんの。だけど、基本的には、なんつうんだろう。俺は、あのままでいてほしい。あれはやりやすい。なんでかっていうと、ローが当てやすいから。カウンターでロー入れられるから。で、あのパンチだったら避けられる。ただ、チャンピンが、なんつうんだろう、今俺が教わってるようなストレートとかが覚えてくると俺がやりづらい。だからストレート、ジャブストレートを本当に覚えないでほしいの。もうストリートファイター風な、要は喧嘩屋さんでいいと思ってる。だからね、ヒカルくんはワンツーちゃんと打てるんだよ。だから多分ね、ヒカルくんとやったら俺負ける。今の俺じゃ勝てない。だからチャンピンと俺はね、結構、そう、チャンピンの方がスペックは高いんだけど、頭1個ぐらい。競ってて面白いと思うよ。実力差がそんなないっていうか。要は素人同士じゃん。見応えあると思うよ。つけ入る隙はあるな、青山。あるあるある。ある。全然ある。ただ、俺が練習しなかったらもうつけ入る隙ないのよ。なんでかっていうと、もう要は当て感とかの勝負になるじゃん。いや、慣れじゃん。そうすると俺絶対負けてたと思う。1ヶ月みっちりやり込んでよかったなと思ってるよ。今なら勝てる、正直。試合明日ですって言われたら俺勝てる。その自信はある。ただ、
相手も相手でジム通いしてるし、今相当鍛え込んでるから、多分3ラウンドは戦えるんだよ、テルは。いや、テルも俺も倒しに行くからね。テルも言ってたもん、倒しに行くって。3分間全力で初っ端から来るってよ。だからドルさんの言う通り団子って言うんだけど、もう超接近戦のもう技術なしのぶん殴り合いになると思ってるって。結局そうなるからって、試合会場高揚するから。その時はね、俺実はね、もう団子になったら有利だと思ってるから、それはそれでありがたいんだよね。多分距離測ってくると思う。俺が一番嫌なのは瞬、その目がいいから、あいつ目とスピード感があるから、フットワークもあるから、要はずっと動かれるのが嫌なのよ。追っかける試合は嫌なの。煽り突つ？いいよ。いやでも嫌だろう、もう話したくねえだろう、うん、もう俺を倒すためにやってるわけだから。テルミ恨みないよ、友達だもん、全然仲いいよテルには。俺があるのはパルパル。だからお互いやりづらいんだよね。テルここに泊まったりとか、サメ島さんと一緒にやったりとか。ヘッドギアなしです、ヘッドギアなし。試合当日はね、練習の時はつけるよ。でもつけてたかな、練習の時。テルはつけてるかどうかわかんないわ。ヘッドギア買ったよ俺、うん、ここにあるよ。マジでマジマジ。だ結構あれだよ、あの本格的なプロの試合じゃないけど、ガチのぶん殴り合いは見れるよ。俺はヘッドギア自分で用意してる、うん、今日つけるけどね、ノンタに殴られるから。パルパルは襲われて当然だよあれは、うん、生意気すぎるもん。あれいつか痛い目見るよ、うん。あんな煽りまくってたら。パル見たことない、見なくていいよ。話がありますけど、財布どんなんですか？俺ね、結構古い財布だね。ダンヒルってわかる？あのライターのメーカーなんだけど、ダンヒルの、俺はね、長財布が好きなんですよ。あの、折りたたみ式の財布が嫌いなのね。で、こう、手に持つタイプで、こういうタイプの、ちょっとセカンドバッグっぽいんだけど、で、こう、2つ、ファスナーが2つついてるタイプで、こっち側何も入れてないね。昔は名刺入れて、ここにポイントカードとか入れて、で、ここに免許証入れて、クレジットカードとか入れるっていう、こっち側。で、ボールペンを挟むところがあるの、ここに。うん。システム手帳にちょっと近い。で、こっち側は、あの、お金が入るっていうやつ。書類とか、二つ入るっていう。ダンヒル、そうだね。でも、そんなに高い財布じゃないよ。あの、2万円ぐらいだったかな、これ。うん。財布はね、難しいよ。財布は難しい。あ、これ、銅ありですよ。銅あり。こうすると乱視で見えないっすね。うん。こうやってやるとわかるかな。銅入ってるでしょ？歪むでしょ？ほら。歪むでしょ？銅が入ってるかどうかわかるもんね、これで。銅入ってますよ。俺がね、一番欲しい財布は16万ぐらいするんだけど、ベルルッティっていう財布なんですよ。ベルルッティ。今日はコンタクト、当日、あ、コンタクトつけないっすよ。
コンタクトは絶対危ないんで、裸眼のまま行きますよ、僕は。コンタクトはつけないです。ベルルッティの財布はめちゃめちゃかっこいいですね。そうですね。0.4、0.6 かな。で、左右で違くて、ぼやけるんですよ、僕の場合。乱視なんだよね。16万。ベルルッティっていう財布がすごい好きで。気をつけます。ありがとう。心配してくれて。ただ、そんなに問題にはならないかな。そこまで悪いわけじゃないから。前田明コンタクト、マジで？そうなの？どうなんだろうね。俺、コンタクトが怖いんですよ。なんか、裸眼で目の中に何か入れるっていうのが怖くて、昔から。コンタクト入れたいと思わないですね。へえ、すごいな。東条英機みたいな戦前の日本人が、そうクラシックなメガネが好きなんですよ。ここのパッドが入ってないのね。本当はもっといいやつ欲しいんだけど、要は鼻にかけるだけ、こういうメガネですね。コンタクトでできるんだね、格闘技。スポーツ用みたいなのがあるのかもね。今夜も、ヒコヌンさんありがとうございます。コメント楽しんでってください。今日この後彼女とトレーニング行きます。彼女に手伝ってもらいます。おー、マスターさんいらっしゃい。マスターさんいらっしゃい。今日はディフェンスの練習やっとできるんで、彼女がいるんで、彼女にもひたすらパンチ打ってもらおうと思って、ひたすらディフェンスですね。もちろん攻撃もやるんですけど、半分ぐらいディフェンス、パリングとか全部やろうと思ってます。彼女に蹴りも打ってもらおうと思ってて。だ、彼女ね、身長低いから、スピードだけ、もうポンポン蹴って、つって。いびきすごかったでしょ。だから相手が目を狙った時はマジ切れした時だよ。ちなみに刺し歯もしてた。殴られた時飛んだ。へぇー。前田明はね、伝説だからね。俺あんま格闘技詳しくないんだよね。プロレスとかも全然見たことないし。どうなるか分かんないね、正直。のんたんどう？準備できた？できた。どれ見せて。マスクするよ、いいや。カメラ映んないよ、そっちからだったら。もうすぐだね。そろそろ出るね。着替えて。靴下履くか。靴下履いて準備しよう。のんちゃん、俺のこと愛してるから。俺ものんちゃんのこと愛してる。ラブラブだよ。ねえ、のんちゃん。仲良し。
ラブラブ羨ましいでしょ。ラブラブだもんね。じゃあ僕着替えて公園に向かいます。皆さんありがとうございました。15分後ぐらいかな、15分後ぐらいに配信つけるんで見に来てください。お疲れ様です。ありがとう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。